ここでバイト。週末は忙しいから早めに来た方がいいと思って。本当に大丈夫？ノーマン、何があったの？私はこの半年間ほとんど毎日ここに来てる。あの副保安官や女の子のことがあった時も一緒に切り抜けた。もう部外者じゃないでしょ。私気になってる人がいて、彼といるとそればっかり考えちゃって、そろそろそうなってもいいのかなって思ってる。それで私ほら病気のことがあるから経験がなくて、母親とは音信不通で親友はいないし、父親には聞けない。ネットで調べたら怖いことばっかり。もし嫌なら答えなくていいの。やっぱりこんなこと聞くべきじゃないかもしれない。私に何か大事なことを言いたくてこの旅行を計画したんでしょ。隠さないで。こういうこと、私が一年いなくなる、それが不安だし、この先どうなるかわからないから今のうちに別れようって。何から？それがあなたの心の声。いつも私に言ってたじゃない、逃げるな、立ち向かえって。約束を守れないなら返す。戻った方が良くない？ここ誰もいないみたい。何を探してるの？警告はもう通ってる。私のせい。人間止まって！それからまた病院に入る？医者に見せるの？そうね。でも行けないわ。ジョセフがかわいそうだって。恩人よ、救ってくれた。私自身やあなたみたいな人から。男よ、愚かで欲求不満で暴力的な男たち。私に触りたいのに触れなくて代わりに痛めつける。体じゃなくて心を傷つけるの。苦しむ姿を見るために。生まれて初めて幸せになれるかもしれないって思えているの。これも EB のおかげ。どうして？でも報道されなかった。彼女の将来のためにって名前を変えて里親に引き取られた。だけど EB は過去の記憶に蝕まれ心が壊れた。記憶を失ったの。何？何の地図なの？二人ってのは初耳。男子だけのキャンプじゃなかったの？あなたがサーフィンしてる間私は。パパには何て言うつもりなの？ノナ、話があるの。私中に入れない。現実とは思えない。デビューがまだ生きてるみたい。ガラーディさん、あのごめんなさい。私この部屋にいたかっただけなの。デビーは私たちが暮らす寮の部屋の絵を想像して描いてくれた。紫一色で。信じられない。あんなことがあったのに今夜もまたこそこそと出かけてパパを心配させる。悪いけどどこにも行かせない。上がってきたの気づかなかった。デビーと遊んだ。ボードゲームなの。大昔に。ふりをしてたわ。いろいろ質問した。私を好きな子はいる？何しに来たの、グレッグ。私遊んでほしいなんて思ってないし、同情とかしてほしくないの。帰っていいよ。じゃなくて本気で大丈夫だから気にしないで帰っていいよ。やあレイチェル、ガンだってかわいそうに。ガンジーは絶対その動きしてないでしょ。神様は何か意図があって試練を与えたと思うから頑張ってね。クパパとリズの数数えながら散歩した。違うけど、なんか一緒に歩いてる時よくやってたの。何を話すわけでもなくただ数えてた。はい、7匹とか9匹目とか。私のグループは？学校の子たちをグループ分けしてるって言ってたでしょ。私はどこ？遊びじゃないんだよ。私は IOI を止めたいの。現実の世界がどんなにひどいか知ってる？みんな苦しんでる。リアルで死人が出る。分かってない。私のパパは徴収センターで死んだ。ギアを借りて借金作ってセンターで働いて返してくるって言ったの。でも借金は膨らむばかり。パパは病気になってセンターから出られないまま死んだ。あんたリアルの世界に生きてないもんね。話を聞いてるとそんな感じ。あんたが生きてるのは幻の中。そんな奴に付き合ってられない。やばい！私分かっちゃった。爪のヒントの意味。文字通りに考えすぎてた。ハリデーが飛ばなかったジャンプっていうのはキーラとのこと。
がする方。何者？カップルとして一人一人はどうとか興味ないのよね。息子を引き取る資格ある？娘かも、まだ不明。スペシャルランチを、あとコーラとコーヒー、あとバナナパフェも。8ヶ月後これから生まれるんだけど平気？ずっと旅してるけど年に2回はニューヨークに来る。だから年に2回かな。ホームレスなの。ビビってないって顔しなくていい。路上で会った男、いい人で前から時々会ってたんだけど結局私とは会わなかったんだよね。どこかに落ち着きたいってさ。